前回までのあらすじ、22世紀の具体的な外観や施設は、ドラえもん大百科に書かれたものを下敷きに、本編に登場しており、せわしの部屋もそこから大きくずれることはなかった。そして22世紀では様々な技術が進化しており、社会福祉の充実はもちろん、様々なツアーや多くのレジャー施設などがあるのだった。この動画は、ドラえもんのいる22世紀ってどんな街、の続きですが、まあ見てなくても今回の動画はほぼ理解できるので、興味のある人だけ前回の動画を見てみてね。じゃああらすじいらなくない？あ。前回の動画も見ないと理解できない部分も多いからぜひ見てみてね。というわけで今回も、ドラえもんのいる22世紀ってどんな街、お遊び編、だ。僕が見つけたんです。偶然この後で。というわけで今回も、22世紀がどんな街なのかを解説していこう。今回は主に未来の商品、遊び、ブームなどを解説するぜ。まずは未来の商品、ドラえもんには、秘密道具を購入する手段として、未来デパートや22世紀デパートのようなものが存在し、購入に関しては店舗に行くほか、カタログなどを見る必要があるのだが、それ以外にも、コミックス7巻未来からの買い物では、全商品カタログ2087年版という、ちょっと年数に引っかかるものはあるが、これは前回の紙くず株式会社と似たような境遇にあるからだろう。初期の頃は21世紀みたいなやつだね。そう、そんな未来のカタログには、秘密道具ではなくのび太の言うように、衣類、家具、台所用品のほか、自転車などの生活用品があり、しかもただの自転車ではなく、もはや車並みの装備を搭載しているのである。さらにこのカタログがすごいのは、すごいなぁ、こんなの欲しいなぁ。なんと欲しいといえば商品を購入することができて、未来のゴルフクラブや、ママにはドレス、のような服をプレゼントするのであった。相変わらず未来の服装は奇抜やな。うむ、だけどこのように買った商品はバカ高く、その後いつものメンバーにも色々買ってあげるのだが、その代金は500万円近くになっており、500万円うむ、まあこの時代はインフレが激しい時期だったから、今の価値だとめちゃくちゃ高く見えるのだけど、100年以上先の未来なら案外ありえない額でもないって感じなんだろうね。未来は物価がバカ高いのね。まあある意味しょうがないとは思うがな。という感じで、今回は通信販売のカタログを紹介したが、このようなカタログは他にもあり、コミックスプラス2巻地球脱出計画では、いろいろあって、他の星へ住んでみようという話になり、ドラえもんがいろいろ星を探してみるのだが、その手元を見ると、星のカタログとあり、当てずっぽうで商品を購入しているのであった。未来では星も通販で買う時代なのか。これは大長編17巻、ドラえもんのび太のねじ巻きシティ冒険記とかでも、商店街の外れくじで小惑星がもらえるぐらいなので、現在のティッシュ箱感覚でほとんど価値がないんだろうな。すごい時代だ。ってな感じで22世紀、未来の通販カタログを見てきたが、本編では何もカタログだけの登場だけではなく、例えばコミックス8巻、進化対価放射線源では、のび太の持っていた古いラジオ、これを進化対価放射線源で進化させると、腕ラジオ、テレビ、テープレコーダー、トランシーバー付き、と、かなり進化した腕時計が見れるほか、鉛筆を進化させれば自動タイプ鉛筆になり、電灯に使えば電灯は消え、未来の照明は壁が光るのだとか、他にも今ではおなじみの自動ドアや、未来のネズミ取り機などが登場し、このネズミ取りはどんなでかい生物でも捕まえる、ものすごい進化を遂げていたりしたな。なんかオグロプレーリードッグを吸い込む掃除機を思い出したよ。あれとは違いサイズまで小さくするから技術革新は段違いだけどな。ちなみにネズミ捕りに関しては、コミックス17巻超音波発信機にて、のび太が未来のネズミ捕りはないのか、と聞くと、ないこともないけど、と言い、超音波発信機式ネズミゴキブリ南京虫ゲダにシロアリ退治機。名前長いな。というやたらめったら長いネズミ捕りというか、害虫駆除の道具が登場しており、肝心のテープをなくしてしまったものの、未来ではネズミを逃がすものと、捕まえる2種類のタイプがあるみたいだな。殺さない優しさよ。さすがは22世紀、といったところだろうか、といった感じで22世紀のものを紹介してきたが、ここからは数も多いので一気に紹介していくぜ。まずはコミックス18巻、のび太が九州まで走ったでは、未来のルームマラソンが登場しており、なんと走ることで景色までも移り変わるのだ。コミックス11巻、自動販売タイムマシン、自動販売タイムマシンで100年後のお菓子を堪能。その味は一粒ごとにジーンと心に染みる味だが、なんと価格は23万円と、お菓子とは思えない金額だった。コミックス27巻、恋するドラえもん、未来の猫用品を用意するのだが、未来の猫は歩いて喋るのか、現代では想像しがたいゲーム機などもあるのだった。コミックス33巻、出せば当たる検証用ハガキ、22世紀の新聞が登場、なんと現代とほぼ変わらない。同じようなものにコミックス41巻、未来図書券、未来の本をいくつか取り寄せるのだが、本についているボタンを押すことで、プロジェクターのようにホログラムを投影し鑑賞できる、もはや本とは呼べない代物だった。コミックス40巻、人間貯金箱機では、22世紀の貯金箱として、パズル貯金箱を取り出しており、箱根の寄せ木細工みたいな、パズルを外さないと開けられないものが登場したり、
解任貯金箱や、番犬貯金箱なども登場していた。最後は少しおまけ、藤子 F 不二雄大全集10巻、万能テントで素敵なキャンプでは売り出されたばかりの新製品、万能キャンプでレジャーを楽しんだり、コミックス17巻、未知との遭遇機でも、未来で発明されたばかりの機械、未知との遭遇機、使うことで宇宙人を地球へ呼び寄せることができるという、何のために使うのかいまいちわからない道具なのであった。というわけで駆け足であったが、これにて22世紀、未来の商品説明を以上にするぜ。なんだか新聞紙みたいに今でもあるようなものから、ほんと江戸現代とは全然違うものがあったりするし、秘密道具なのか日用品なのかわからないものまであったね。うむ、正直その辺の線引きが難しいんだよね。というのも、先ほどの進化対化放射線源とか、あれ進化させたり対化させることで面白おかしくするための道具じゃなくて、本来は、生物の祖先を探ったり、進化の行方を探るための道具であり、のび太が面白がってるだけで、本来は学術的用途が目的なのだろう。って考えると、この道具も秘密道具なのか、学術研究用の道具なのか、というかむしろ何をもって秘密道具というのかも難しくて、ドラえもんの作品にはこういうのがたくさんあるんだよね。言われてみれば確かに線引きが難しい。というわけでここからは、作中では秘密道具として登場しているのだけど、未来では〇〇のために使う道具、という線引きの難しい道具を一気に紹介していくぜ。また数が多そうね、お願いします。まずは勉強や研究のための道具、コミックス26巻、雪アダプターいろいろあるよ。雨や風などいろんな現象を手軽に実験できる、未来の小学校の教材、コミックス45巻、自然観察プラモシリーズ、プラモがすぐに成熟する道具だが、これを夏休みの宿題として観察ノートをつければ勉強の道具になる。コミックス36巻、断層ビジョン、どんな場所でも断面図を見ることができる道具、学術研究用に開発された、似た道具で、コミックス42巻、二人っきりで何してる？密閉空間探査機、どんな場所でも覗き見できる道具だが、本来は掘っちゃいけない古墳とか、危なくて近づけない火山の底とか調べる道具、次も似た道具、藤子 F 不二雄大全集15巻、ヘリカメラ、ドローンみたいな道具で、険しい山とか深い海の底とか噴火口の中とか、人間のちょっといけないところを映すテレビカメラ、次は仕事で使う道具、コミックス25巻、缶詰缶で漫画を一度入ると缶切りがないと出られない道具だが、目的は流行作家のための仕事部屋で、未来の漫画家は缶詰で漫画を描いているかも。コミックス31巻、バリアーポイント、半径2メートルを見えない壁が守ってくれる、未来の警官が使う。コミックス40巻、またまた先生が来る、セットメーカー、ハリボテのセットを一瞬で作る道具だが、本来は芝居や映画撮影のために使われる道具。次は忙しい人向け、コミックス42巻、目は口ほどに物を食べ、食品視覚化ガス、食べ物の写真を見るだけで食べた気になる、忙しくてご飯食べる暇もない人のための発明、コミックスプラス6巻、初日の出セット、餅を焼くための道具、ではなく、寝坊のくせにどうしても初日の出が見たい人のためのセット、次は訳ありの人のための道具、コミックス37巻、家具やロボット、竹に植えると女の子のロボットが生まれる、子供のいない年寄り夫婦などが寂しさを紛らすために使う、藤子 F 不二雄大全集9巻、テレパスロボット、考えるだけで代わりに動いてくれる道具、本来は重い病気の人のために使うロボットだが、未来に治せない病気があるのか、その点も疑問である、コミックスプラス3巻、見せかけモテモテバッジで大騒ぎ、つけるとモテモテ電波が放射されて年齢に関係なく女子にモテる、本来はモテない男が気休めに使う惨めな道具、コミックスプラス6巻、クエームパン、食べると口に食べ物が入らなくなる、本来は太りすぎた人のダイエットのための道具、それでは最後、コミックス44巻、手作りミサイル大作戦、趣味の工作シリーズ、手順通り作るとミサイルになる、本来の目的はわからないが、未来では趣味でミサイルを作っている、というわけで、以上〇〇のためにのように目的がある秘密道具でした。なんか最後のとか何かがおかしかった気もするんだが、まあ趣味とか思考性のある道具も多いのだけれど、道具というより未来では勉強、研究、仕事、忙しい人向けとか、結構普通に使っているであろう日常品のような道具もちらほらあって、これを未来の道具として見るのか、それとも秘密道具というカテゴリーで見るのかは、各自のご判断にお任せするぜ。ヘリカメラとか現代ではドローンみたいなもんだし、バリアーポイントも防弾チョッキの進化系みたいなもんだよね。ドローンや防弾チョッキを現代で秘密道具っていう人はいないだろうし、まあだからこそその辺の線引きが難しいだろうね。まあそういうことだな。ただ、ドラえもんの世界では秘密道具という道具は、講義で使われている可能性もあるかもしれないがな。というわけで、〇〇のための道具は以上にするぜ。次は、22世紀のブームについて見ていこう。お願いします。作品では時折、22世紀で大ブームを巻き起こしていることがあり、例えばコミックス一巻、古道具競争では、22世紀では、古道具のコレクションが盛んだよ、とあり、作中では珍品どうなるお店も登場していたり、
コミックス3巻、ボーナス1024倍では、いろいろあって未来のお金を大量に手に入れたドラえもんだが、現代では使うことができないので、未来で現代の紙幣、つまり古銭を買いに行ったのだが、古銭がものすごく値上がりしており、古道具からの流れか古いものの値段がかなりついているみたいだな。これはどの時代でもあるあるだね。うむ、ウプ主もドラえもんの昔の書籍を手に入れるために大金をはたいているぜ。と言ってもこれまでで一番高い書籍でも一冊1万円ぐらいだったけどね。とまあそんな話はともかく、未来では古いものがブームになっているほか、藤子 F 不二雄大全集17巻手作りおもちゃでは、22世紀では手作りおもちゃが大流行しているらしく、やっぱり昔のものに注目されている、そんな時代なんだろうな。だけど銀河エクスプレスではホラー穴に住んでいるって、ドンにめっちゃバカにされてたけど、まあそれは彼らの性格上バカにしているかもしれないし、もしかしたら未来の子供には古いものは受けないのかもしれないな。まあ現代で言えば10代に明治時代の流行とか響かなそうだしね。そういうことだろうな。では一体何が子供たちの間で流行っているのかというと、まず一つはコミックス2巻恐竜ハンターに登場する、せわし君と恐竜狩りに行ってきたんだ。恐竜狩り、未来の世界で流行っているんだ。面白いスポーツだよ。タイムマシンで1億年前から連れて帰る途中、この部屋で一休みしたんだ。連れて帰った恐竜は、ペットにするんだよ。とんでもないスポーツが盛んになっているのだった。いや、映画のビタの恐竜とかで恐竜ハンターとか、恐竜って勝手に連れて帰っちゃダメなんじゃないの？それもそうなんだよね。ぶっちゃけこの話、まだ設定が煮詰まっていない初期にありがちなことなんだと思うけど、実は公式における見解みたいのはあってだな。ドラえもん深読みガイドにて、ファイル93、恐竜をハンティングしたドラえもんはなぜ捕まらないのか、という Q&A に答えたところがあるから、もしこの矛盾が気になるなら本を買って読んでみてね。にしても22世紀では恐竜とかペットにするんだね。うむ、でも未来のペットは恐竜だけじゃなくて、コミックス9巻、ツチノコ見つけたでは、未来の図書館で調べたら、今から約70年後に、ツチノコブームが起きるんだ。どの家もペットにツチノコを飼ってるんだよ。まさかのツチノコ。うむ、だけど作中では70年後なので22世紀ではなく2045年なのだが、未来ではペットにツチノコを飼うブームになっているのだった。なんでツチノコなんだ？っていうかドラえもん世界には実在するのね。うむ、これ分け合ってジャイアンがツチノコの第一発見者になるんだけど、その経緯はなかなかに面白いので、よければコミックスで確認してみてね。そしてもう一つ、実は未来では面白いペットが人気、になっていて、コミックスプラス6巻、そっくりペットフードでは、人面犬みたいにペットを飼い主の顔にする秘密道具が発売されており、ドラえもんは気持ち悪いと言っていたが、未来ではこういうのも流行っているのかもしれないな。これはちょっと気持ち悪いかも。まあこれメタ発言しちゃうと、この作品が掲載された1990年10月頃、日本では人面犬ブームみたいのがあって、コロコロとかでも同年同月に人面犬たっていう作品を取り扱ったり、割と世間が人面犬の都市伝説ブームだったせいなのもあるのよね。まあそれを言っちゃうとさっきのツチノコブームもそうなんだけど、現実でユーマ的な何かが流行ると未来ではそれをペットにしちゃうみたいだな。ユーマをペットにする未来すげー。ってな感じに、いろいろ珍しいペットを飼っている未来ではあるが、他にもブームになっているものとして、コミックス10巻100年後の付録では、せわし君の持っていた2125年2月号の付録に、ジューンのハウスセット着せ替え付きというものがあり、着せ替えても実物大で、実体なの。ジューンちゃんは僕らの時代のものすごい人気タレントだよ、と、流行りの人気タレントなどもいるようだな。未来では実物大のお人形を着せ替えするって何かレベルが違うな。のび太とドラえもんは鼻を伸ばして遊んでいたがな。ちなみにこの回、すべてを通して当時の学年誌の付録をネタにしており、それは過去動画、売れっ子漫画家ふにゃこふにゃおに迫る、パート1で解説したのだが、このジューンちゃんというのも元ネタがあり、1976年2月小4の付録、着せ替え付きジュンコちゃんハウスセットであり、このジュンコちゃんとは、当時の人気女優歌手である桜田ジュンコさんのことである。元ネタがあるのねこれ。そう、気になる人は過去動画とかを見てみてね。とまあ、そんな感じにジューンちゃんのような流行りのタレントから、先生の没後になってしまうが、大長編18巻ドラえもんのび太の南海大冒険では、宝探しがしたいというのび太のためにドラえもんが取り出した道具が、インディラ・ジョンソンの冒険、失われた財宝をめぐるアドベンチャーゲーム、22世紀で大流行りなんだ、と、まるで後ろから岩でも落ちてきそうな。いやこれインディ・ジョンズでしょ。とまあ、22世紀でも大人気のインディラ・ジョンソンなのであった。というわけでここまでいろんな未来のブームを見てきたが、最後に、未来ではすでに廃れてしまったブームが一つだけあるので見てみると、それはコミックス一巻、走れ、馬竹にて、のび太が簡単に竹馬に乗れる道具を出してほしいとドラえもんに迫ると、22世紀には、もう竹馬なんか流行らないの。と、先ほどは手作りおもちゃや昔のものが流行っていたのだが、どうやら竹馬だけは生き残れず、22世紀では廃れてしまったようだな。哀れ竹馬、ただ、代わりに馬竹なる生物がいるらしいが、それはまた別のお話。
というわけで、これにて22世紀のブームは以上にして、ここからは、未来のごっこ遊び、おもちゃ、子供での流行り、ゲームについて見ていこう。お願いします。ドラえもんはもともと子守ロボットというだけあってか、22世紀の子供がごっこ遊びの道具をたくさん持っているのだが、今回も数が多いので、こちらも一挙に紹介していくことにしよう。そしてこの紹介にも子供たちの流行りがいくつか登場するのだが、こちらは道具自体で遊ぶ流行りなので、先ほどの流行りとは少しだけ分類させてもらったぜ。では、未来ではどんな遊び、子供たちの間でどんなことが流行っているのか、注目して見てみよう。まずは幼稚園や未就学児向けのお遊び、コミックス3巻、お話バッジ、物語のバッジをつけると現実で似たようなことが起きる、幼稚園で流行っている、コミックス10巻、偽宇宙人、組み立て円盤セット、未来の幼稚園の子が乗って遊ぶ、大長編10巻、のび太のアニマルプラネット、動物ごっこ帽子、未来の幼稚園で動物ごっこするときにかぶる、コミックス30巻、お子様ハングライダー、小さな子供用の安全な乗り物、藤子 F 不二雄大全集8巻、のび太王国誕生、王国シールセット、小さな子遊びの道具、貼ったシールによって役職を決められるが、チョークで囲った領土内でしか効力を発揮しない。次はおもちゃの紹介、コミックス34巻、袋マンスーツ、ちょっとだけ強くなってちょっとだけ空を飛べるスーツ、おもちゃだけど、コミックス35巻、全マイ式戦地艦、原子力潜水艦型全マイ式戦地艦、未来のおもちゃ、地面を泳げる戦艦。というわけでここで一旦ハーフタイム。22世紀の幼稚園や未就学児の小さな子供って、バッジで物語の主人公になりきったり、宇宙船や全マイ式の戦地艦に乗ったり、ハングライダーで空を飛んだり、スーツや帽子で変身して遊ぶのね。現代の我々からするとやはり高度な技術で遊んでいるようだな。安全とはいえハングライダーとかはレベル高いね。うむ、ではここからは年代不明、ごっこ遊びに特化して紹介していくぞ。コミックス2巻、狼一家、月光島、未来の国の子供たちが狼男ごっこに使う。コミックス3巻、スーパーダン、スーパーダンの風呂敷、未来の世界の子供たちがスーパーダンごっこに使う。コミックス28巻、ニンニン狩猟セット、ドラえもんが間違えて出した巻物、姿を消したり大きなガマガエルになれる、子供の忍者ごっこに使う。コミックス39巻、ロビンソンクルーソーセット、恐竜ごっこのスリルを味わうためのレジャー用品。大長編3巻、ドラえもんのび太の大魔境、蒸気船、探検ごっこ用、同巻、電車ごっこロープ、のび太曰く幼稚園用、道具的にごっこ遊びだがスピードは電車並み。コミックス20巻、お医者さんカバン、未来の子供がお医者さんごっこに使う、簡単な病気なら治せる。藤子 F 不二雄大全集4巻、仮病薬、病気になる薬、病気にかかったふりができる、未来のお医者さんごっこに使う。藤子 F 不二雄大全集3巻、インチキ薬、病気ごっこに使う、本当の病気みたいになる。藤子 F 不二雄大全集4巻、たぬき財布、葉っぱからお札を作る、未来世界の子供たちが銀行ごっこに使う。藤子 F 不二雄大全集12巻、動物セット、動物になりきれる、未来の子供が使ったわけではないが、ドラえもんの提案で動物ごっこをした、アニマルプラネットに近しいところがある。コミックスプラス3巻、お化けつづら、お化け屋敷ごっこに使う。藤子 F 不二雄大全集8巻、不思議な戦車、未来の小一の付録、組み立てると戦車になる。ここからは道具にごっことついてるものを紹介。コミックス13巻、宝探しごっこセット、文字通り宝探しごっこができる。コミックス29巻、宇宙探検ごっこ、ゴム風船の星でゴムの敵と戦う探検ごっこ。コミックス36巻、神様ごっこ、お賽銭を入れるとささやかな望みを叶えられる。大長編9巻、のび太の日本誕生、リニアモーターカーごっこ、先ほどの電車ごっこの進化版。それではラスト、藤子 F 不二雄大全集4巻、影ごっこ、指の形に関係なく頭で考えたことを影に映し出せる。というわけで、以上が22世紀、または未来の子供たちが遊んでいるごっこ遊びでした。やっぱり根本的な遊びは今と変わらないっていうものも多かったけど、蒸気船とか、お化け屋敷とか、戦車とか、結構スケールの大きいものから、狼男、スーパーダン、忍者、動物みたいに変身するもの、あと何劇になったのがやけにけ病とかインチキとかお医者さんとか、お医者さんごっこが多いのよね。うむ、一応ごっこ遊びのためとなっているが、仮病薬とか、どう考えても学校をずる休みしたい子供のための道具としか思えないし、やっぱりこういう心の声をそのまま投影したような道具が多いのよね。銀行とか、お金が欲しいのはどんな子供だって思うだろうし、やっぱりそうよね。根本的なところは今も未来もあんまり変わらないってことなのね。いつの時代も子供は変わらないんだろうな。ではごっこ遊びはここまでにして、最後に未来の子供たちが遊ぶゲームを解説して終わり、こちらも数が多いので一気に紹介していくぜ。お願いします。コミックス15巻、階級ワッペン、階級遊びができる、未来の遊び、一種の出世ゲーム、
先ほどの王国シールセットに似ている。コミックス18巻、ホーム迷路、家庭で手軽に迷路遊びができる。コミックス19巻、クイズは地球を巡る、アクションクイズ未来のクイズマシーン、未来の道具を使わないと解けない。コミックス20巻、宇宙探検スゴロク、宇宙に行ったような気がするスゴロク。コミックス21巻、未来の街にただ一人、立体インベーダー、手足が遊んでいた。大長編16巻、ドラえもんのび太と銀河エクスプレス、天の川鉄道の列車サービス、3D ゲーム。コミックス23巻、長い長いお正月、22世紀の立体オセロ、音声多重ワイドスクリーンゲーム、アクションカルタ、メリーゴーラウンドゴマ等々、いろんな遊びをドラえもんが取り出してくれた。コミックス24巻、ガンファイターのび太、ウエスタンゲーム、未来の射撃ゲーム、次がラスト、藤子 F 不二雄大全集6巻、実物射的で狙い撃ち、実物射的、テレビゲームの一種。というわけで以上が、未来で遊ばれているであろうゲームやお遊びでした。こっちも今でもあるようなクイズ、スゴロク、パズル、お正月遊びだったり、家を迷路にする大掛かりな遊びもあったけど、やっぱりインベーダー、3D、射的とかのゲーム多いんだね。のび太がいるから余計に多いのかもしれないが、未来では今みたいにコントローラーで遊ぶというより、VR や AR、実際に体を使って遊ぶ体感機が多くなっているみたいだな。とはいえ、そのレベルの違いはあれどやっぱり根本的な遊びの部分で言うと、今も昔も大きくは変わっていないようだな。確かに、根っこの部分では似通ったところが多いね。いつだって子供は純粋に手や体を動かす遊びが好きなんだろうな。というわけで、最後は量が多くてかなり駆け足になってしまったが、これにて22世紀のごっこ遊び、子供の流行り、ゲームの解説、そして22世紀に関する解説の全てを以上にするぜ。22世紀はドラえもんが生まれた時代で、作中ではあまり描写されることは多くないものの、コミックス11巻のドラえもん大辞典をした時期に、作中ではいろんな施設や生活ぶりを伺えることができ、ドラえもんのセリフから、未来が現状どんな組織、環境、問題、施設や会社、どんな流行などがあるかわかり、そしてドラえもんの持っている多くの秘密道具が、仕事、勉強、学術的、訳あり、〇〇専用など、秘密道具というより、生活用品、専門用品のような扱いのものから、子供のごっこ遊び、家庭用の遊び、ゲームなど幅広い分野で22世紀では用いられているのだ。今回、作中ではいろいろと断片的でしかわからなかった22世紀の環境も、こうして点と点をつなげてみると分かってくる部分が多く、特に子供の遊びに関しては、科学の発展による技術の進化はあれど、根本的な部分は変わっておらず、いつの時代も子供たちの欲求は純粋であり、何に楽しさを感じるのかは今も未来も変わっていないのだった。というわけで今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。またのご利用をお待ちしています。